あなたに殺意はなかったろうと私は初めから思っていました。しかし佐伯百合子の場合は違った。殺害現場に赤い糸が落ちていたんです。あなたの3歳の祝いに麻也子さんが作らせた本庄の御殿鞠、落ちていた赤い糸とその鞠が一致しました。いつもそうやって？はい、母の形見ですから。殺人というのは予想以上に激しい行動を伴います。あなたもバッグを投げ出さずにはいられなかった。あなたはそれに気づかず夢中で逃走した。そして世田谷の自宅に着いた頃それに気づき現場に取って返した。流れ出した血液の貯留沈殿は流血後約1時間30分の経過を要する。その貯留沈殿した血液を踏めば表面の血清の部分が飛散して黄色い血を作る。あなたは自分が踏んだことで黄色い血を作ったことに気づかず遺留品のマリを回収した。マリはあなたの手に戻った。しかし黄色い血とそのマリの房から赤い絹糸が一本遺留品として現場に残ったんです。バチが当たったんですね。あなたは佐伯百合子には殺意を持った。なぜです？なぜ殺さなければならなかったんです？